さあ火山の中に入っていきましょう。回復もねできるから、まあいけるでしょうと。なんかあるぞと。階段か。ほうほう、これさ光ってるわな。今気づいたけど、あれ光ると石板があるっつってたよね。石板があるんか。あのミミトビネズミはまだいると。ミミトビネズミってあんなでしたっけ。あんな針持ってた。これネズミというより蜂だよな。まあまあまあいいわ。砂煙、よしナイス。砂振り払う。オッケーオッケー。これちょ待って、あ攻撃しちゃった。一回攻撃しないとダメなのかな。砂煙、あ、砂煙マヌーサか。マヌってマヌーサになっちゃうんか。一ターンだけじゃないのね。目がくらんだみたいな。砂煙結構やるな。結構やりますね。ちょっと使うなと。賢者の聖水、賢者の聖水でしたっけ。魔法の聖水、あれ賢者、やばくないこの4体、大丈夫かね。賢者の聖水じゃなくてさ、魔法の聖水じゃなくてさ、ちょっと待って待って待って。あーびっくりした。これ全員雑魚というか HP 低いやつにやってくるのかと思ったけど大丈夫でしたね。ちょっと薬草使っていきましょう。あーまだいいか、一回帰れるからまだ良かったのか。まあまあいいわいいわ。多分一旦帰ることになるので、この感じはね、この感じはやばいでしょう。もうソードワラビーやばくないこれ。普通に強いよこれ。マリベル11のダメージですから、一旦帰ることになりますね。これはザコにこんなに食らってたんじゃ。あ、熱い溶岩にうかつに触るなよっつってたよな。ダイエット必要ない。ちょ待て、さっきの大事な、あ溶岩にうかダメージゾーンがあるってことかな。これか。そういうわけじゃねえんだ。階段がそれぞれあって、まあ敵もいると。なんで戻るんだって。だったら最初の階段入っとけよって話だよ。まあそっちで。うわこれやばいって。これはこれはね、これなかなかよこれ。まあまあテッシーとか、まあ鱗の盾買っといて、まあまあそうだよね、よかったって感じですけども。これ今微妙な数字なんだよな。そのそっちじゃない方向に攻撃してほしいんだなっていう。左とかにやって、うん、そこなんだよな。そうすれば早くにこいつ倒せるっていう。まあでもそうか、絶対倒せるってっていう風にしてくれてるといえばしてくれてるのか。ギラとかさ、ギラとか覚えない。まあまあ、ただ強さで言ったら順当か。これ以上弱くしちゃったらダンジョンとして面白くもなんともないですから。ということでガンガン行くっていう感じで行きますか。メラ、初期のメラは強いですか。
まあここも初期っていうのかはちょっと不明ですけど、さすがにそれこそヒャドとかね、あの海の敵がやってましたけども、すんげー強いからヒャド、30ダメージ与えるヒャドは初期で最強ですよね、本当に。30ってっていう、仮に今の HP ですよ、50とか60とか40じゃないですか、30食らったらもうこれお祭りですよ、それこそもうほむらっちゃいますよ本当に。結構広いですな。あれこっち正規ルート、これなんかやばそうなのいるし、これ普通の敵か、来ましたね、インプ、出た出た、バブルスライム、バブルスライムはまあ毒だと思うので、インプをなんとか、強いな、うわー19で倒せねえんかい、それはなかなか、いやなかなかですな。でしかも今回お助けキャラがいないので、単純に攻撃力がガチ3人の攻撃だけっていうのがまず1点よね。うわびっくしゃー、逃げちゃう、うわ単純に攻撃力が低いと。でさらにダメージも絶対こっちの誰かに食らっちゃうからね。まあ当たり前っちゃ当たり前だけどね、当たり前なんだけれども、そういうこったからっていう。これをやってほしいのよね、火炎、これで倒せるでしょ。で森の番人はちょっとダメージ受けてるから、絶対そういうことなんすよね。これテッシー銅の剣必要ですね、確実に必要ですよこれ。メラがもう使えなくなるので、え、すげえ奥なんだけど、バブルちゃん、バブルちゃん、そんなとこに横向いていないで、これで、あーまあ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 、あ、プヨーン投げてきた、これ毒受けない、あれさっきプヨーン突っ込んでこなかった、さっきプヨーンやったっけこれ、あ、プヨーンなんだ、ちょっとかわいいな、プヨーンってやってくるの。あれどんどん下行くんだが、あ、これ今光がさ、今ホワンホワンホワンじゃん、ここシュワンシュワンシュワン、まあまあそんな速くねえか、シュワンシュワンなんだよね、だここにあるんでしょ、左のマップのとこね、多分ほわんほわんだから、これダメージは受けてないの。いやーここいいんだけどさ、いや悪くはない、悪くはないけど、ここまで来て力の種ですかといいんだけど、1かい、しかも1ってレベル1個上がればカバー可能、5とか上がってくれたらね、それはレベル2個だから。まあでもこうやって、まあ、戦っていきましょう。エンカウント、シンボルエンカウントはこれきついな、これきついっすね、シンボルだけども戦っていかないと強くなれませんから。あーでもキーファー、え、キーファーレベル上がった、強くなってき、おお、やっぱ突っ込み攻撃もあるんだ、それ違うじゃねえかと、
としげよとツッコミ攻撃もあると、バブルスライムということですね。うわ、突っ込んできてる。いや、ティッシュ硬い。硬いよ、意外に。よし、ナイス。この火炎切り一発で倒せないのがバブルスライムね。ちょっとなかなかどうしてですね。これなんで上向くんだろう。あれ、あ、そうですよね。こっちでいいんですよ。え、上向いて戦う、ぶつかりました。行き先が分かんなくなっちゃうから、あのおっさんマジで分かんなくなるから気をつけてほしいですよね、そういうとこ。まあどっちでも倒せるから OK とか。いやー、ホムラ祭りしてるなー、ソードワラビー。ホムラ祭りの踊りしてるわ。両手の剣をね、左右にレベル8。まああんまり、おお、ルーラ当然1ですよね、消費。あー、よーしゃ、優しい。8の時代が懐かしい。8の時代、ルーラ8、リレミと8のあの時代ね。16を絶対残しておくっていうね、あの謎の設定、我々作りましたよね。絶対16は残しておくと。ねえ、懐かしいっすね。1っていつから5?5-0 でしたっけ。 6は確か1なんですよ。確かにこれホムラ踊りしてますから、これわらび。6は消費が1、確か1でしたよね。で、途中でさ、風の帽子手に入れてさ、風の帽子使うんすよね。そうなんですよね。よし、過去の作品の話でつなぐっていう、それしかできんっていう。あたらがほんとセブンを知らんし、もう多分ドラクエ11はさ、今までの作品を、まあ、組み合わせってわけじゃないけど、思い出させるかのような雰囲気もというか実際あるし、雰囲気というかそういうのもあるし、新しいストーリーですよね、多分。だからあれはやっぱりすごい名作になったんだと思いますよね、我々のさ、おっさん世代、言っちゃうと。まあ、30代より上の世代も楽しめるし、で、新しいやっぱりゲームだから若い世代も楽しめると。よし、薬を、なるほど、まあまあしとくか。うん、すると、すげえ、パミラばあさんにもついてくわ。というか一緒に来ません、あなた一緒に来ません、っていうか来いよと今思ったわ。時間がないんだったらそれこそお前来いよ、なんで一緒に来ねえんだと今思ったわ。どうする、武器買えないか、どっちにしても今じゃ買えねえな。まあいい、そしたらいいわ。パミラばあさんさ、道具も売ってくれたら、それはさすがにもう無理でしょ。それは言い過ぎか。あ、ガンガン行こうぜになってんのか。それは言い過ぎか。そこまで用意はしとらんよと。いくら私でも。これで多分、もう、ボスがおそらくいるんでね。まあでもレベル1個上がったからね。まあバブルスライムといえば毒消しそうですよ。まあでも戦っていこう。実際こんぐらいのエンカウントしますでしょう。ね、おマリベルと、ナイス、危ね。
キーファに入らなければ、キーファに入らなければ OK。いやー、マリウェル狙われる。大丈夫。あ、まあ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 、しゃあないしゃあない。ここで役立つのが薬草なんですよね。ボス戦でスカラを使うために取っておくと。マチルダ戦ではがっつり使っちゃいましたから。上が、ああ、まあまあ、そうか、こっちか。がっつり使って速攻で試合終わったって、あれ？ああ、そういうことか。ああ、びっくりしたわ。この人の後ろに出てくるのかと思ったと。やると。で、どんどん時間が進んでますよっていう描写ね。いやいないんかい。何にもないんか。で、最後の踊り子さんだよね。踊り子さんが、やる前に何とかしないとってことよね。よし、いいよ。オッケー、大丈夫、大丈夫。よし、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 おい、いいよ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 。7も増えましたね。王子強いな、普通に。普通に強い。本当に王子ですかと。まあでも王子だから、あれか、ちゃんと戦いもできるようにと。うわー、これは、いやー、無理でしょう。行く？いや、無理無理無理。これ無理。これは無理ですわ。ね、大の大冒険とかでさ、あるけど、マヌーサやって、ヒュンケルにやって、マームが。ヒュンケルは、心の目で敵をって言って、惑わされずに済むとか言ってたけど、いや、当たるんかい。そこは外しとけ、テッシー。無理だから。普通に当たらんよ。マヌーサ系でこっちやられたときは、普通当たらんよと。あれ？あいつ何？あいつ、レアモンスターじゃないの？違うのかな？ほら、レアモンスターじゃないの？これ。レア、絶対そう。お前じゃねえよ。お前じゃねえんだよ。消えちゃうやつか。はあ、はあはあと。ちょ、マリベルやばくね。これさ、命大事にで薬草使ってくれんのかな。使ってくれると、いや、メラを大事になってる。まあ、敵を倒すことがってことか。うわー、13。きっつ。薬草使わないのかな。ちょっとここ一旦マリベル、うわー、見守ってるなっちゃうんだ。使わないんだ。くっ、おー、ビビって逃げたぞと。あぶね。使ってくれないんすね。使ってくれないと。じゃあもうあれだな。本当にやばい時は命令させろじゃないとダメっていうことですね。 OK です。インプやばいっすね、こいつ。 HP もあるし、攻撃が魔法攻撃なんかな、あのビーム的なやつ。そんな感じよね。オッケー、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。まあね、薬草のね、お金もったいないけど、もったいないかもだけど、ボス戦でね取っとくから、必要経費。お、こいつは
花カワセミ。レアではないのかな。マヌーサやられると嫌なんだよね。よーし、倒した。きたー。うわー、キーファに入る。まあ、テッシー頑張っておくれ。心眼だ、心眼だ。くそ。王子、王子頼むぜ。気配、気配だ。目に頼るな。目に頼っちゃいかん。いやー、だから気を感じろ。いけ。まあこれがマヌーサですよと。これどんぐらいなんでしょうかね。シリーズによってまちまちなのかな、パーセンテージとか。おー、イオギラを超えてます。イオ覚えました、ナイス。まあでもボス戦とかだとそんなに、そんなですよね。いやでも薬草も結構あんまりすんげー余裕があるわけじゃないか。まあまあまあ、どっちっすか。まあまあこっちから行きましょうか。おお、花カワセミ逃げるな、あいつな。階段がありの？あ、でもちょっとずつ強くなってますね、これは。このソードワラビーより早くキーファが動いてます。さっきまでは、あれ、ソードワラビーの方が早かったですから。ハリセンボンモグラ？ハリセンモグラ。どうなんでしょうか、ね、硬いのか。刃の鎧みたいな感じ。硬いっすね、ちょっと。ワオンと。まあまあ攻撃は強い。ただ、スピードがそこまで速くないと。経験値とお金はちょっと低い。ほら、これ。あ、違うわ。これはまだ。ほわーほわーん状態なんだよ。おお、宝箱。守りの種。すごい種。種多いですね。5、5、5。よ、まあまあまあ、おしおし。まあまあ、オッケー。熱い。真ん中にあるよな。森番から、森番から倒そうぜ、森番。マヌーサやられると嫌なんですよ、森番は。オッケー。まあまだ最初の方なんでね、普通に殴って戦うと。これはそこそこですよ、これそこそこですよ、これ。インプをやるのか森番をやるのか。森行け。よしよしよし。だいぶテッシー硬くなったな。もうソードワラビ1でしたよ、ダメージが。これはいいですね。キーファが森の番人じゃなくてソードワラビを一撃で倒せるようになってると。今んとこ一周、あれ？一周回ってきたんでした？くるってきただけ？いや、ちょっと怪しいな。最初下行ってなんかあったんでしたっけ？もう一回見とくか。あと、ほわんほわんで、一回最初下行ったんですよね。ここはなん、カワセミは逃げ、あ、ここは行ってないですよ。よかった、行ってないよね。そうよね。下から行ってたんですよ。これ別に逃げてるわけではないのかな。
弱いけどね。特殊攻撃してくるのかな。よかったよかった。いやー、いいのか悪いのか、いいのか悪いのか。ん？待って、まああれ、あそこ階段、階段行った。ちょ待って待って、ちょずっと喋りまくってて分かんなくなってくるな。マップが、これまた言い訳ですけど、マップがあることによって何にも覚えようとしてないっていうね。ちょっと待って、溶岩に触るなよ。まあまあ、エンカウントはもうほどほどでいいかな。結構戦ってきましたからね。ここに階段が、階段があったですか。あって、宝箱だけとかだった。全然またあの適当なこと言ってますよ、うん、当然言いますと。あ、 HP が低くなると逃げるのね。はいはいはい、と階段あったよね。ああ、そうか、見た見たわ。あ、違うよ、これはまた違うあれですね。で、何にもなかったっていうところが一個あったんだよね。でもこれはこれで進んでるのか。ああ、びっくりした、これやばいね。これマリベルやば、やばくないと。やばい、倒れろ。よし、ナイス。まあ一番一番効率のいい回復でしたね。ちょっと危なかったですけどね。うわ、ファンファンすげえ、シャーシャー光ってるから。あ、違う、あ、ちょ待って、こう戻った、あーって言ってるけど、ちょっと待って、下なんか似たようなマップだったな今な。待って、わかんなくなってきた。待って待って待って、よくよーくマップ見よ、よーく考えよ、マップは大事だよ。うわ、すーげえ、後ろ吹っ飛んだな。かわす、ナイスですよ。これでようやくテッシーかな。おーし、魔法は覚えず。だからシャンシャン言ってるから、シャンシャンっていうのが、あの何でしたっけ、あの弾。いや来るな、回復してるんだわこっちは。当然インプですね。そう、テッシーに来い、4のダメージで済むから。インプなんだよな、ここはやってほしいのは。あ、よし、あ、ここは違うね。あ、ちょっとマップが似てたから、一つ前のとこと、くるって回ってきたとこと。でもこれ上に上がって階段でしたな今のは。いや、でもドラクエっぽいダンジョンではあるな、ぽいダンジョン。そこそこ長すぎもしないし、すごいへんてこな行ったり来たりさせられるマップでもないしっていう。1個前はあの鉱山でしたけども、鉱山は謎解きがありましたから、得意だけど苦手ですと。得意っていうか好きだけど苦手っていう。
ただもうここはもうボスでしょう、さすがにこの先はね、多分もう近いよこれ。入り口になっちゃってるよこれ。あれ、入り口があるよなんか。ちょ待て、おかしいぞと。入り口みたいになってるけど大丈夫なんですかと。外に出るのか一旦見てみましょうか。一回あの儀式の炎の儀の満とこ出すぎ、炎の儀んとこになるのかな。儀式を行ってるぞと、早くしないとみたいな感じなのかな。全然毒受けないですね。いいんだけど、毒消し買った効果がないんだけども。来たよし、ナイス。ナイスじゃないけど、ナイスではないけども、まあまあでも低いですね確率。10分の1ぐらい、もしかするとそんぐらいの勢いでしたよね。結構食らったでしょ、だって攻撃。ああ違うわ、全然高棒だわ。おー、おし、これはどうなんよ。テッシーかなこれは。ああマリベルか、テッシーだな。いやマリベルか、どうしますこれ。でもマリベルかな。魔法が切れた時に使わせよう。よし、じゃあ次回ですね。まあこの火山の、まあ中心というんですかね、に行きましょう。ここで視点切り替えはできないと、ここでは。OK です。では次回もお楽しみください。